鎌倉にやってきました。鎌倉駅西口徒歩4分のところにあるハワイアンリラクゼーションロミロミ&ヘッドスパハウレアというお店をご紹介したいと思います。ロミロミとヘッドスパって一体どんなものなんでしょうか。ではこのビルの3階にあるそうなので早速行ってみましょう。それではオーナーの川村さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのお店はいつオープンしたんですか。先月の2月の22日ですね。じゃあまだオープンして間もないですね。そうですね、はい、このロミロミとヘッドスパって一体どんなものなんでしょうか。はい、まずロミロミなんですけれども、ロミロミはハワイ式のマッサージになっております。はい、でハワイではやはりその自然が多い、その大自然のエネルギーっていうのをそのお客様に伝えるっていうのがそのマッサージの特徴でして、はい、全体的にですね、手のひらを使ったり、あと肘を使ったりという形でやっていくのがちょっと特徴になっております。やはり肉体的にその筋肉のこりをほぐすというのももちろんなんですけれども、精神的にリラックスしていただいて、やっぱりその気分を良くなっていただくことによって、自分のその自己免疫力を高めたりという形で、なっているマッサージですね。で、ヘッドスパの方は私がですね、もともと美容師だったっていうこともあって、でやはりもっとリラクゼーションのところでヘッドスパっていうのを強みに出してるんですけれども、ヘッドスパは、普段頭皮のケアっていうのはあまりなかなか、髪の毛は気にしてても頭皮っていうのは気にしてなかったりケアできなかったりっていうのがお客様ありますので、そこのですね、頭皮のケアっていうのと、でまたですね、頭部には、筋肉が少しあるんですけれども、はい、そこの筋肉ってなかなか普段使わないので、それはやっぱり外から刺激してあげて、はい、筋肉を動かしてあげる。そうすることによって、肌のツヤも良くなりますし、リフトアップの効果が出ますので、美容っていうところと、やはりその毛穴の汚れを取っていくっていうところで抜け毛の予防、育毛効果ですね、はい、そういったのが期待できるものになっております。はい、ではこのお店の特徴について教えてください。やはりですね、そのロミロミっていうそのマッサージのお店と、はい、ヘッドスパっていう2つがくっついてるお店っていうのはまずそんなないんですね。で、やはり両方できるっていうのが一番の特徴ですし、はい、特にロミロミは個人でやってて自宅サロンっていうのが多かったりするんですよ。そうするとやはり男性のお客様行きにくかったり、または女性限定になってたりっていうことがありますので、そういった意味でこういったちゃんとお店構えにして、僕自身も男性ですから男性のお客様にもぜひたくさん来ていただきたいというそういった思いがあります。はい、男性のお客さんには男性がついて女性にはって決まってるんですか。特にはそれは決まってないです。はい、ご指名いただくことも可能です。はい、そうなんですね。はい、それでは今体験していただいた方にインタビューしてみたいと思います。よろしくお願いします。今ロミロミとヘッドスパ体験されていかがでしたか。すごい気持ちよかったです。はい、もう体がポカポカしてきて今にも眠ってしまいそうな髪もすごいサラサラになって、はい、そうですね、満足です。はい、ヘッドスパって普通のシャンプーとどう違いました。もう全然違いましたね。もうマッサージをしてくれてるので、はい、本当に気持ちよくって、はい、すごいポカポカです。ありがとうございました。ありがとうございます。実は私もロミロミとヘッドスパ体験させていただいたんですけれども、今やっぱりポカポカしてますね。ロミロミって手のひらですかね、ひらだとかこの手のこの辺りまで使って、施術をしてくれるので今までにないような感覚というか、広範囲で押してもらうのですごく血行も良くなりますしリラックスできました。あとヘッドスパはこんなところに筋肉があったんだなと思いながらやってたんですけれども、すっきりとしましたし、今本当髪もサラッとしてますよね。ありがとうございました。では最後に一言お願いします。はい、
ロミロミと、ヘッドスパのサロン、ハウレアではですね、特にお客様この個室を広々ととっております。やはりリラクゼーションしていただくというのには一番必要な空間だと思いますので、今までいろんなマッサージ受けた方いらっしゃると思うんですけれども、まだ体験したことない方、ぜひロミロミを体験していただくのと、ヘッドスパの方はですね、頭だけという形ではなく、やはり全身の血行も良くなってきますので、ぜひ一度こちらも体験していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは最後に決めポーズを一緒にお願いします。いきますよ、せーの、神奈川 TV。